CD プジョーセラ CD はフランスにかつて存在した自動車メーカーである。エコールポリテクニック出身の秀才シャルル・ドゥーチェは DB の創業者の一人となったが、創業者仲間だったルネボネと設計方針で対立して1962年に DB を辞し、CD を起こした。1962年のルマン24時間レースにはパナールベースで3台のレーサーを送り込み、 ルネボネのオトモビルルネボネと、アイミエ性能指数賞と E850 クラス優勝を争って勝利、その主半径をパナールのためパナール CD として設計した。その後、シャルル・ドゥーチェは一時フランス道路公団のエンジニアをしていた、ルマンのブガッティサーキットの設計にタッチしている。しかしレースへの情熱は立ち難く、プジョーの協力を得て、プジョー204をベースに、 CD プジョーを設計し3台製作して1966年のルマン24時間レースに参戦した。最致 C1130cc エンジンは 1149cc に拡大され 100hp、8000rpm、横置きのままミッドシップされた。車種は、軽合金ツインチューブを主体とするモノコック。ボディは、繊維強化プラスチック製で、 高速時の直進安定性のために高いフィンを加えるなど、高度に空力に配慮したが、完走できなかった。1967年のルマン24時間レースにも2台を参戦させたが、これも完走とならず、レースから手を引くことになった。ありがとうございます。